質素倹約とまでいかないけども、もうちょっと都民の皆さんに負担を軽減する形でオリンピックを開催できるじゃないか。都民の負担が3兆円ということになれば、10兆円に比べて70万円もの負担の節約になるわけですよ。毎月毎月家計簿を見て、所得税だ、住民税だ、消費税だ、税金の負担は重いなと、もうちょっと安ければ子どもの教育のために回せるのに、家族をと一緒に食事に行けるのに、旅行にも行きたいな、そういうため息をつきながら家計簿を閉じる、その時の気持ちを、なんでこういう選挙という場において皆さんの声や考えや意見を反映しようとなさらないんでしょうか。小池は嫌いなんだとね、ちょっと化粧が厚すぎるとかね、生意気だとかね、それは個人的感情いっぱいありますよ。個人的な感情があったとしても、何もだからといって足を引っ張ったり、対立候補をわざわざですね、探しに探してフォローを出してきたというこの手際、そこにはどういう因果関係があるかというと、小池ではオリンピックマフィアの立場からすれば、オリンピック利権を稼ごうと思っている連中からすれば、女だから、真面目だからね、この騙しにくい、それだけで原因はね、だから彼らが新しく出してきた候補者は、いわばオリンピックマフィアがオリンピック利権をこの触る時の操り人形にしやすい人を探しに探して選んできたのが、私は増田さんだと思ってるんです。まあ、自民党、公明党、それから経団連プラス東京都の 区長、それから市長を巻き込んで増田さん盛り上げをしているけど、それが民意として反映されないとおっしゃいました。これが民主主義だなんてさっきお話しされてました。自民党、政治家として50年、それから自民党の中でも長い間いらっしゃった候補にとって、今の自民党のやり方はどういうふうに映っていらっしゃいますか。一握りの政治家しか活動してない、活躍してない。あとの9割の政治家は国会議員という職責にね、もう満足しちゃってね、いわゆるその草の根的なね、草莽の志士だよな。草の根の政治家としての自覚も努力もね、活動もしてない。先ほど上がった、都議会のドン、今回、ファックスでですね、党員の方々に自民党が推薦する候補以外を応援したら親族といえども除名の可能性の対象になりうるということをファックスで送ってました。もはやこういう政党、都連ですけれども、こういう政党が自由と民主を名乗っていること自体もうエッジの効いたギャグじゃないかと思うんですけれども、どうでしょうか。自由民主党名前変えた方がいいんじゃないですかね。今あなたの質問のね、一歩その現状を分析するとね、都議会のドンというか東京都のドンの内田さんがね、この選挙に負けたからといってね、辞めさせるだけの度胸なる都会議員がいないんだよ。それはどうしてなんですか。いやだからさ、それぐらいみんなね、劣化してるっていうことだ。劣化、しかも私は有力な参考補 ではないけどもね、それは最初から私の票は私と女房の2票も入ればいいと、これはね冗談のようで本音なんだよな。そうでスタートしてるから何も 恐るものはないわけね。しかし今ね、まだ1週間だけど、これから中盤戦に入り終盤戦に入る段階において、この3人のうち誰が都知事の座を射止めるかについてはね、私山口敏夫が完全にね、そのキャスティングボートを握っていると、
ね、私の動きによってこの3人のうち誰がトップにね、その座を射止めるかということはね、私の手に握られてるというぐらいのね。それはどういうことですか？いや、だから私の言ってることを、ね、今もあなたが取材して収録してくれたね、そのことにより近い人が当選するということです、ね、より近い人をまた私が応援するということで、ね、だからそのキャスティングボートは誰が当選するかということのキャスティングボートはね、まあその僭越ながらね、この75歳の老人が山口敏夫がね、このしっかりとグリップしているんですよと、まあ、いうことを皆さんに私はねお訴えしたい。